じゃあではね、終了手順やりたいと思いますね。終了手順はね、まずここをね、バツ印すればいいです。でちょっとね、心配なので個人情報というか、ね、出してはいけない情報があるかもしれないので、一応ちょっと一部だけにしようと思います。ここを閉じればいいですね。でここに出てきますんで、これは別に見せていいです。いいかな、うん、こんな感じになりますね。それでくるっと回って、で次はこの装置に乗るある検出器を引き抜きます。はい、くる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 っと、ふぅ、いや疲れた、いやほんと疲れるね。もうね、単純作業なんだけどね、誰かに変わってほしいよ。ほんとにしょうがないですねこれね。いやマジでね、今なんか声怖い音したな。大丈夫かな、ゆっくり戻すわけですね。早く戻してる感じですね。大丈夫かな。でこれで戻したら、次はですね、ああ、あれかな、今なんかやばいものが映ったような気がするぞ。まあ、見なかったことにしておいてください。ね。見なかったことにしておいてください。あれ、閉まらない。ああ、ここに来て。始末の不安。よし。いやー疲れました疲れました。ああ映ってはいかんものがあるんでね、ちょっとね片方だけしてみますね。でその後ですけど、今度は低バーリッツにします。これをここをですね回して左に回して低バーリッツにします。あれなんかフリーズがかかってるな。あ、そうか。おそらく、うん、でもそんなことないよかな。これをちょっと取ってみましょうか。で、いいですね。あ、もう低倍率になってるんですね。一応、うん、音が低倍率、ごめんなさい。80倍が低倍率、最低倍率ですね。なのでいいですね。で、この場、低倍率にしておくのは、次回使う人のためです。あまりにも高い倍率にしておくのね。あれ、これどこだろうとかサンプル探せなかったりとかします。でここをオフにします。うん、で加速電圧がオフになります。で、これが終わって、終わったら、次は交換というところがある、これですね。これを押します。英語だと EXC って書いてあります。で、交換位置まで入れます。で、これ点滅が終わりましたね。そしたら交換できます。で交換の準備になります。まずですね、ここの中見るとシャッター閉まってるの分かると思います。これね、シャッター閉まってますね、シャッターね。で、これを開けるにはまずオープンというのを押します。オープン、これを押します。
歌手って言っていただくと思います、ね、うん、また開きます。でピーって音が鳴って点滅が止まります、ここのね。そしたら取り出します。まずまずですね、最初と同じですわ。やり方は最初と一緒です。まずこれを入れて最後まで入れる。でロックって方がこっちなのでこっちにします。ロックって書いてあります。ね、ロックになってますね。でこれで引きます。はい、これちょっと引いていきます。そしたらちゃんとくっついてきます。で最後までカチッっていうまで引いてください。これ見てください。こうやってもやると戻ってっちゃくれますから、しっかり最後までカチッとなるまで引いてください。この位置までね。で戻らないことをちゃんと確認して、心配だったらちゃんと持ってる。でここをクローズします。でさっきのシャッターが閉まるようですね。シャッター閉まりましたね。こうなってます。今こんな状態です。そしたら次はエアーにします。そんな難しくないですね。もう待つですね。もう待つと終わりですね。それほど難しくないですね。はい、なりましたね。そしたら開くことができます。まずこれを開いて、取っ手を持ちながら開いて、でこの中は真空のになりますから、ちゃんとゴム手袋、真空用のクリーンの手袋をしてください。でこちらを持って、でなおかつこちらをですねアンロックします。アンロックはこちら側です。アンロックと書いてあります。でそしたらこれが抜けます。スポッてこういう風になります。でこれを片付けて、でこれを扉閉めます。まあこれはもうあれかな、いいかな。でこちらはあれなので、こういうこれを閉めて、でそして次にオープン、はい、エバキを押します。ちゃんと持って、なおかつエバキのボタンを押します。ここのね、これね、こっちの装置側は概ね終わりですね。うん、なりましたね。次ですけど、次は、PC の部位を消します。まずですね、インカの方からやりましょうかね。見せられない部分があると思いますんですけど、インカの下の部分、この右側はあれでしたね、EDX 検出機の方でした。で、こちらの方、まずスタート、あ、データ取り出さなきゃな、その前に。すいません。まず USB でデータ取り出してください。で、その後ですね、PC、例えば、データ取り出すのはどこからかって言います。 USB 差し込む、ちゃんとあの USB、ウイルス入ったら確認して USB を準備して、EDX の場合はこちらのこれに差す。で、XPS のデータの場合はこちらから開けてここに差すってことです。でちょっと私今データ取り回しますんで、それが終わったらまた続きやりましょう。というわけで、いったんと思います。